食事は作れますか？はい、争いから逃れ疲弊した方々を優しい味付けで癒します。お裁縫はどうですか？はい、傷ついた心も縫って差し上げます。便所装置でも大丈夫ですか？はい、便器が眩しくて見えないくらいにピッカピカに磨き上げます。町の役所に知り合いはいますか？は、あ、これやっぱりそうだ、あの国のお金じゃない。私カツラで何度も見たことある。これがあの国のお金なの？あ、初めて見た。ってことはこの人はあの国の人よ、間違いない。改めて驚くわ。憎しみを招くだけだ。どこかで許さなきゃいけない。勇気を持って許さなきゃいけない。